よろしくお願いします。今後の野球人生を左右する1年になるって言っても本当に過言でないと思うんで、そこでしっかり勝てるように、はい、頑張るのみです。昨年末契約更改で今年にかける強い覚悟を口にした今宮健太。昨シーズンはふくらはぎの状態が万全とは言えず休養を挟みながらの出場、打率もレギュラー定着後はワーストだった。そして藤本新監督が夢スポで来シーズンのレギュラーを明言した時も、キャッチャー、ライト、レフト、そこに今宮の名前はなかった。本当に歯がゆい悔しい1年だったなと、まあ、こうやってチームが4位っていうところも、自分の成績でこうなったなっていうその、はい、責任感というのはすごく感じているので。そして迎えた今年のキャンプ、第一の課題として挙げている打撃面は単身で行ってきた自主トレの成果もあり、フリーバッティングでもいい手応えがあるという。毎年毎年やっぱり競争って言われてるんですけど、今年は特に激しい争いが広がっていくんじゃないかなというふうに思いますので、芯を持って今年1年間やっていきたいなとは思ってます。監督が掲げたキャンプのテーマ、競争というキーワードを今宮自身もことあるごとに口にする。ルーキー野村など守備に定評のある若手選手たちもキャンプでアピールを続ける。それでも目を奪われるのはやはりこの男の守備。競争相手の一人でもある野村も近くで見た今宮のプレーに対して、まあ、難しいバウンドでもまあ簡単に取るなっていうのをすごい感じました。グラブさばきがすごいなと思いました。やっぱり今宮選手のような、まあ、人並み外れたすごい、まあ、プレーをする選手なんで、まあ、一番目標にしています。代名詞ともいえる華麗でアクロバティックなスーパープレーの数々。今回私たちが注目したのはその核心ともいえる道具の秘密。その僕は年間にゲームだけ使うのって1年1個なんですけど、まあ、まずはグローブはめてみて、その手のフィット感であったりとか、そこを一番重視しているところではあります。今宮は昨シーズンから野球用品メーカー Z と正式契約。そのグラブを作っているのは角正さん。職人歴22年で西武の源田なども担当している。納品した時に手入れ感でも決めるんで、これはダメだこれはいいっていう、手入れ感がダメだったらもう使わない。もう一発で一発で、はい。じゃあ緊張しませんそれ。いやもちろんもちろん。今宮とは何度も話し合いを重ね、年間5つほどのグラブを納品。そのうちの一つがシーズンを通して使われる。その特徴とは、源田選手はもう具体的に言いますと浅くてポケットが広いで、今宮選手は、ちょっと縦型で、深めながっちり取るっていうスタイルやったので、まあ僕の場合は握り替えというよりもしっかり取ることをまず第一優先に考えてましたので、深いグラブっていうところをすごくちょっと意識して、まあ、作ってきてはいるんですけど、内野の中でも素早い送球が求められるショートやセカンド、握り替えを早くするため源田をはじめポケットが浅いグラブを好む選手が多い。しかし今宮はその真逆、深めでがっちりつかめるタイプを好む。その理由は、まあ単純に言ったら僕が下手だからです。ゴールデングラブ賞5回の男から驚きの一言。
あの、まあ、源田も浅いグラブを使っているんですけど、うまい人のそのハンドリングの柔らかさっていうところで、やっぱりボールを取るその吸収するっていうんですかね、取る瞬間に、僕はどっちかというと取る瞬間にバーンって取っちゃうんで、その浅いグラブを使っちゃうとバチンって出ちゃうんですよね。具体的にはどういう打球を想定したプレーなのか、角正さんが教えてくれた。今宮選手はあの守備範囲が広くて、まあ、あの三遊間寄りのプレーを特にあの第一にしてるっていうか、そこが魅力的な選手なんで、逆シングルにも強いグラブというか、はい、カットンでもあの取りこぼさないような、しっかり取れるような。浅いグラブだと打球に飛び込んだ時にこぼしてしまう可能性がある。しかししっかり掴むことで立ち上がって送球までボールを落とすことはない。代名詞ともいえるダイナミックなスーパープレーが可能に。今宮本人が昨シーズンのベストプレーに挙げたのも開幕カードでのそのようなシーンだった。あのプレーは、はい、良かったなとは思ってます。まあ、三遊が飛び込んで、でまあ、立ち上がる前にファーストにスローイングしたっていうのがあったんですけど、そこですかね、全てが噛み合った、はい、プレーでしたね。はい、まあ、これは本当冗談抜きで、あんまりそのこういうハンドリングがうまい僕はタイプではないので、浅いグラブで三遊間をってやろうとすると僕はもう本当に自信をなくしてしまうので、本当取ることをまず一番に考えて、取るっていう、まあ、深いグラブで取ってから投げるっていうところの、まあ、僕は選択をしてこのグラブは使ってますね。そして今年はゴールデングラブ賞を取り返すと誓う今宮、その技術はやはり優勝への原動力に欠かせない存在。いざ勝負の13年目のシーズンへ。まずは競争に勝ちます。頑張ります。はい。